旭川のさつまいもを学んで食べてみようが旭川市農業センターで行われました。参加者は温暖化の影響で旭川でさつまいもを扱う農家が増えていることや栽培方法などを学び、その後焼きたての焼き芋を味わいました。おお、すごい、いい色だわ。しっとりねっとりしてて美味しいです。甘くてホクホクでした。来年作ってみたいなと思って、そう思って勉強になりました。参加者は旭川産さつまいもに関心を深めていました。旭川市立嵐山小中学校の閉校式典が今月10日に行われました。明治33年に前身となる教育施設から始まった125年の歴史ある学校ですが、児童生徒の減少のため来年度からは近隣の学校に統廃合されます。式典ではこれまでの学校の様子がスクリーンに映され、参列した卒業生などは当時を振り返っていました。式典では児童生徒が地域の人たちから教わった嵐山笠踊りを披露しました。このような郷土芸能を伝えたり、歴代の PTA 会長や校長先生など学校を支えてきた方たちに感謝状が贈られました。心強い、そんな嵐山は大大大好きです。125年まで嵐山小中学校ありがとう。残ってる数ヶ月を大事に、一日一日を大切にしていきたいと思います。地域と共に歩んだ嵐山小中学校は今年度で役目を終えます。旭川市からのお知らせです。12月2日は国民健康保険料第6期の納期限です。忘れずに納めましょう。納付には便利で確実な口座振替のご利用をお勧めします。口座振替についての詳細は税務部納税管理課までお問い合わせください。